TPP についてお尋ねがありました。自由で公正な貿易を堅持し発展させる、これこそが世界経済の成長の源泉です。我が国は戦後自由貿易の下で経済成長を遂げてきました。その我が国こそが世界の自由で公正な貿易投資ルールの権威役であり提唱者でなければならない、このように確信をしております。 TPP はその中核です。世界の4割経済圏において作り手が丹精込めた付加価値が正当に評価されるようになります。 TPP によって新たに作られるルールは単に TPP にとどまらず、日 EU 経済連携協定RCEP などにおけるモデルとなるものです。 TPP は参加希望を表明する国々が相次いでおり、潜在的な参加国が数多くあります。 TPP が拡大していく機運を積極的に作っていくことこそ我が国の役割であります。私は政権発足後間もない日米首脳会談で一方的に全ての関税を撤廃することをあらかじめ約束することは求められないことなどを直接確認した上で交渉参加を決断いたしました。我が国は交渉を主張することで農林水産品の約2割について関税等による保護を維持し、自動車部品の対米輸出額の8割以上の即時撤廃を確保しました。厳しい交渉の中で国益にかなう最善の結果を得ることができました。正規なき関税撤廃を前提とする限り TPP 交渉の参加に反対するという自民党の国民の皆様とのお約束はしっかりと守ることができたと考えております。攻めるべきは攻め、守るべきは守ることができた以上、あとは決断すべき時に決断しきれないという過去の鉄は踏むことのないように全力を尽くしてまいりたいと思います。米国も発行に向けて努力を続けていると承知しています。米国にその努力を続けてもらうためにも交渉を共に牽引してきた日本がこのタイミングで国内手続きを前進させていくことが不可欠だと考えています。他の署名国の多くも日本の動きに注目し日本に期待しています。この国会でやらなければならない、こう考えています。TPP 交渉は合意された結果が全てです。合意された結果は全て公表しております。今後の国会審議において引き続き丁寧に説明してまいります。国会における審議の進め方については国会のご判断に従うべきものと考えています。政府としては分かりやすく丁寧な説明に努めてまいります。その上で熟議の後に決めるべき時は決めなければならない、それが民主主義のルールであると考えます。安倍政権の中小企業政策について